はい、皆さんこんにちは、あちでございます。太鼓さんやっていきましょう。次はどこを落とすかなと。あ、夏なのね、セミがって言ってますからね。7月30日です。八太郎が金ヶ崎城に攻め入っておりますね。今出すなら今かと。どこ、金ヶ崎城ってどこ、八太郎さんどこだっけ。ん、まあ間違えても、ここか、ここか、ここなら援軍出してもいいかな。どうしよう、出してあげたいね、援軍ね。で、帰りとか関係ないんだよ、援軍にしてしまうと。でもね、では助けに行きたいので、はい、まあ、とりあえずやめましょう。で、人事、人事、昇進、一人もいません。あ、こんだけしかいないのね。じゃあ、行きましょうか。金ヶ崎城ね。まあ、落ちるでしょうけどね。はい、行ってあげましょう。はい、あ、別所さん、別所さんが入んの？まあ、定義さんが入ってっからね。あの人がいないんだ。長宗我部さん。まあ、でもいいかな。兵士が残り2万。はい。はい、橋場家の恐ろしさを存分に思い知らせてやろうぞ。皆の者、出陣じゃと。橋場秀吉様、伊藤屋が仙台松倉間の販路で2度目を行っておりますと。おい、向こうの援軍も来たっぽい感じがしますね。鉄砲、いや、私はあくまで足軽隊で行きましょう。はい、野戦になるんですね。あ、ならない？お、野戦になると思ってましたね。備え配置、こちらは3万1000も来てるんで、あ、全然手伝いに来るほどでもなかったね。守備側が兵糧の備えが十分に、兵糧攻めでは時間かかりすぎますので損が大きくなりますがと。はい、じゃあ行っちゃいましょう。うちはもう士気は高いですからね。雨降っちゃってるからね。八太郎さんが攻めてたんだね、これね。となると、何すればいいか分かんないね、これ。あ、モグラ攻めか。モグラ攻めしとこっか。いや、待てよ。サンダル打ち。あ、雷神だ。雷神使っとこう。まあまあ減ったね。あとの彼らは結局三段打ちになっちゃうんで、止めときましょうか。で、もうあのね、あれ使った方がいいのかな、四十粉陣ね。まあこれ置いときましょう。あ、ひょっとしてもう四十粉陣も彼だったかな。特技、あ、四十粉陣あるね。いやー、もうあまりできるもんじゃないと思うんだよね。あ、雨止まない？ならば、もう一回雷神行くのかな？もう一回雷神だね。で、じゃあ力攻めいっときましょうか。力攻めだね。で、こちらも、こちらはもうあれか。バリ増言入れときましょうか。で、力攻めで押しときましょう。で、こちらも力全部押しておきましょうか。
あ、やんでやんだ、うん、はい、じゃあね、縄文ばっかり行っておきましょう。お、抜けないね。まあ三段落ちでどんどん落としていきましょう。次は早王で落ちるような気がするんですけどね。うん、百発百中もったいないね。ね、落ちた落ちた。で、三段落ちね。少ないのこっちだね。で、さらに三段落ちで。はい、おお、まだ五千貫のやつにね。もう落ちるね。あ、掃除っちゃうの？じゃあこちら聖なる秒単で、もう力で落ちますねこれね。力攻めもいらないかもわかんないね。普通に強襲いってみましょうか。あ、落ちた落ちた。お、影勝ちゃんが砦市場を攻略しました。はい、うん、じゃあね、よいしょ。はい、縄文爆破で。もう獅子粉塵はね使いません。うん、でこっちだね。あ、百発百中まだ持ってたんだね。もう終わるわ。一応早号でこっちを打って落としておいて、5番目の方の早号でもう三段打ちでいいね、確実に。はい、はい、落としました。おお、別所さんね。長原さんは結構いい人でしたっけ。はい、まあ、私が言ういい人っていうのはあの魅力が高いとかそういう意味じゃなくて、能力がねいい人かどうかっていう感じですね。さあ落としました。はい、まだ5000貫の矢銭がと。はい、中の悪い人いないよね。はい、あ、しまった。はい、茶を振る舞うとね、茶席に応じましょう。しまった、良きを出さないといけないの忘れてた、忘れてましたね。はい、でも今いないんじゃないのかな。はい、ネギと、レンコンの煮付けだっけ今の。人事処置ね。っていうかね、もう予期に預けれる人がいないんじゃないのかな。ああ、結構いるんだけど、派遣されるとこんだけしかいない。しかも過労とか部署ばっかだから。で、あ、前田の俊英さんにも出さないといけないんだね。うわー、もう出せる人がいないや。ちょっとハンティングしに行かないといけない、ヘッドハンティングしに行かないといけないね。でちなみにじゃあ呼び戻せる人、自制力で、勲功ね、国主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 で、あらら、秀道ちゃんもう過労になれるじゃない。となるので秀道ちゃん呼び寄せですね。秀道ちゃん過労にしないとね。秀道ちゃんと、あ、トキさんだ。秀道ちゃん、トキさん、まさきさん呼び寄せましょう。秀道ちゃん、トキさん、金道ちゃん、あれ誰だっけ。わかんなくなっちゃった。ちょっと待ってね。で、人事で、で、総監ですね。あ、でも、秀美ちゃん、取ってこれないんだ。そうだ、そうだ。どうしようもないんだね。そうだ、そうだ。身分でやって、秀美ちゃん出てこないんだ。ねえ、みっちゃん、ちゃんとやってあげないといけないのに。トキさんだったね。立ち位置って言うと。これそうだからね。
あ、トキさん。あれ、このトキさん？いや、2000しかないもんね。あ、もうあのトキさんはもう持ってこれないんだ。どうしようもないんだね。じゃあ、私は人材の強化か。ああ、ちょっと。今ね、あ、そうだ、これ見りゃいいのか。人物で、配下を見りゃいいんだね。あ、でも結構いるんだよね。あ、でもそんないないわ。あ、しかも国士まで入ってるからね。おお、いやー、ちょっとこれはあんま良くない状態だね。あ、まあ大阪城ちょっと入って。はい。福島さん帰ってきたね。表情の間に行って、人事。いやいやいや、ごめんなさい。昇進いませんか。じゃあね、指名伝達で、軍備でね、行きましょう。うわ、みんな保守ばっかりだ。はい。で、久しぶりに故障が出てきたね、今ね。故障？故障って言っていいのかな？忘れましたけど、ね、誰も病気じゃなかったということですね。さあ、じゃあね、人材で、ちょっとあんまり悠長なこと言ってられないで、もう、軒並み回っていきましょうか。あ、道東さんダメ。あ、この人もダメ。あ、ヨデヤさんね、この上安さんでいいのかな。あ、これ全員ダメだわ。この人も多分ダメだね。あ、ダメな人。ダメな人って怒られるわ。これどっかの財閥の子孫の人もなるのかな。住友財閥の過疎って書いてますもんね。まあ、この人が住友財閥を作ったと思っていいのかな。この人も来ないんですよ。結局商人になりたいのかな。わかんないんですけど。堺の町もいないでしょうね。娘、あ、奥にさんね。はい。送り出しましょう。さあ、邪魔なもんあるかな。はい。はい、それなりね。それなりです。あとは見習い見習いとかだから違いますね。一応座で打っときましょうか。1163巻。だいたい1回1個10巻ぐらいあるんですよね。あ、しまった。まあ、ちょっと、西賀の町に行って、誰かいませんか？あ、畠山さん。秋高さん。鼻水止まりません。あ、風邪薬ですね。とてもよく効いた気がしますと。はい、なんとありがたい、ありがたいと。で、行ったら復活してるかな？あ、まだ復活してないや。なら、ちょっと大阪城戻りましょうか。はい。加藤清正様の軍団が大政寺城を越え。おお、すごい。だったら、どうしたらいいのかな？はい、お帰りなさいませ、お前様と。締めおられた方が報告いたしましてやった。はい、ありがとう。で、人事ね、昇進ね。余興を与えたいのですが、呼び戻しはもうないんだね。総監。あ、そうだ。誰もあげてないんだ。この人には絶対あげないと。うわ。山田総衆さん。あ、この人与えよう。もう人がいない。あ、ユフさんね。もう人がいない。あ、これダメだ。この人もいいけどね。いいんだけど与えちゃおっか。もうあと過労になっちゃうからね。あげれません。どうしよう。そうだ、全然あげてなかったんだね。表情の間に行って、一応、指名伝達。金策優先でお願いしちゃいましょうか。まあ、人数少ないですけどね。いや、人不足だ。人配りすぎたのかな。でもやっぱ規模がでかくなると人、またほっとちょうだいって言われるんでね。ちょうだいって言われませんけど、与えることができるんで、なるべく与えた方が効率はいいですもんね。なら誰かいたかな？
もう闇雲で探していきましょう。ね、あ、寺が、あ、しまった。私なんで帰ったか。私が実家に帰ったのは実家というか、お金を下ろすためでしたね。はい。はい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 。金庫で出金だったんですよね。軍資金から、たらふく出して、またちょっとお金配りに行きましょう。で、表情、人事ね。いませんか。指名の伝達。あ、ヤマケンさん、久しぶり見たわ。ヤマケンさん、頑張ってほしいね。軍備で行きましょう。はい、決定ね。さあ、どうしよう。アドジの町に行っても誰かいるかな。お、いますね、山崎さん。ああ、ダメだ。今度来ない人だわ。あ、いや、そんなことない。来る。もう一回行ってみましょう。お茶しましょうか。お、喜んでくれましたね。はい。能力はどんな感じ？あ、いいです、いいです。もう、人は石垣だから。勧誘しましょうね。あ、来た来た。人は石垣、人は城でしたっけ？なんか、言葉あるんですよね。信玄さんが言ったんでしたっけ？いやいや、よかったよかった。ん？お、笹部さん？どこ行くの？川船が、あ、矢銭をね、献金してまいりましたと。はい、民家、特に欲しい人はいないようだ。どうですか？じゃあ、岐阜の町行ってみましょう。え、民家、お、いるね。はい、お、キリンが、ちょっと見てみましょう。一撃で来るかな？もう来ませんね。で、民家寄って、お茶しましょうか。おお、これは素晴らしいと。じゃあ来てくれるかな？あ、微妙ですね。勧誘しましょう。あ、来ましたね。よかったよかった。と思ったら時間良くなっちゃいました。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。